皆さんこんにちは、ワンダルゲルビジです。では今回は大戦略、鋼鉄の戦闘用日本軍プレイをやっていきたいと思います。前回までにハワイ攻略作戦ですね、実施しました。結果、勝利ということで大勝利できなかったんですけども、その後、裏でやり直しさせていただいて、ご覧の通り大勝利獲得しています。なので、大勝利を取った後のシナリオということで、今回続きをやっていきます。早速、始めていきましょう。まあ、残念ながらですね、この大勝利獲得するために、その代償として、空母飛龍が撃沈されてしまったんですけども、4時間、5時間ぐらいの激闘の末、大勝利を、無事確保できたという状況が裏でプレイした内容です。で、勝利と大勝利の違いなんですけども、勝利の場合だとどうやら、まあ、史実に近いシナリオに入っていて、大勝利、これを獲得できると、史実とは違う、イフのシナリオに入っていけるということのようなので、今回はね、是が非でもイフのシナリオを見たかったので、やり直しをして、イフシナリオに入っていくというチャレンジになっています。ではまず、開発状況ですね。はやぶさがはやぶさ回になります。でさらに97の重爆から錦大帝ですね。でさらに98式のケニ。これの開発が完了したという状況になります。で、リハーサルちょっとやってみたんですけども、次のステージ。潜水艦の数がかなり出ていたので、潜水艦対策をしないといけないかなというふうに思っています。では、作戦の内容です。帝国陸海軍は、インド侵攻にあたる艦隊や航空機の支援のもと、セイロン島へ上陸。飛行場海軍基地を確保した後、インド南東部のマドラス近辺から主力部隊を上陸させることになった。なお、この上陸させ、苦戦を成功させるため、インパール方面での牽制攻撃が行われるということですね。では早速、勝利条件確認します。大勝利は30単位内に全敵司令部3つあります。これを撃破するというのが大勝利条件です。では早速、プレイの方を始めていきましょう。まず、味方、帝国軍の司令部ですが、ここにあります。ここからずーっと、左上の方、インパール方面ですね。ここに一つ敵の司令部があります。インドの中央部に二つですね、敵の司令部がありますので、合計、その三つの司令部をね、叩くというのが今回の作戦目標になっています。まあ、しっかりプレイをしていきましょう。ちょっと雨降ってますね。まあ、この雨が降ってる状況を利用して、進化していきましょう。はやぶさ、回ですね。同じくはやぶさ回にできるものは全部はやぶさ回にしちゃいましょう。まあ、どちらにしろ今雨降ってるので前に進んだところで敵部隊と交戦という状況にはならないので観光だけ前に出しておきます。敵の潜水艦を発見しましたね。早速この敵の潜水艦がねすごく厄介なので、これなるはやで観光で仕留めたいと思います。あと駆逐艦も新しく作りましたので、まあ、その駆逐艦もね、うまく敵の潜水艦に対してアンチとして働いてもらえたらいいかなというところですね。まあ、舞台はミャンマー付近ですので、ここからあのインパール方面に陸路で、作戦内容としては牽制という動き、さらに艦隊を使ってインドに直接上陸作戦、マドラス付近にかけていくという、まあ、あの2段階の作戦になっているんですけども、敵の潜水艦ですね。これを排除しないと、海軍をうまく動かせないので、まずそこに専念していきます。リハーサルの時も、そして今回もそうなんですけど、敵、味方含めて、雨の状態での攻防が長く続く様子があったので、まあ、雨の中でですね、どう戦っていくかっていうのは、まあ、一つポイントになりそうですね。今回もまさにその雨が降ってるという状況なんですけど。敵の潜水艦を発見してますね。この潜水艦は邪魔なんだよな。潜水艦の動きをやっぱり封じておきたいので。そうですね。ここは、観光で囲んじゃいましょう。一旦ね。潜水艦が動けないように。で、はやぶさ回に関しては進軍していきましょう。敵とどっかで遭遇するとは思います。こんな感じですね。
ここも敵の出方伺っていきましょう。こんな感じですね。多いですね。想定してたよりも、まあ、はるかに敵の数が多いなという印象はありますけど、まず絶対にここの航空基地は譲りたくないので、ここにハヤブサ隊を一気進撃させちゃいます。冷戦も出撃しましょう。敵の艦隊の動きも気になりますからね。いたな。ここにスキア、これは艦上タイプの急降下爆撃機ですね。これ2機確認したな。これは早めにやっぱり対処しておきたい相手ですね。ん、さらにここにもいるソードフィッシュ、これは艦長タイプの攻撃機じゃないかな。攻撃機ですね。ちょっと艦隊が危ないな、こうなってくるとね。進軍させないようになんとか味方の艦隊を退避させる必要がありそうですね。ヤマトはもう46インチ砲で敵攻撃できますね。駆逐艦からちょっと狙っていきましょう。主砲で撃沈。まあ、実際はね、この駆逐艦が、攻撃当てられるかっていうと、どうなんだというのはあったと思うらしいんですけどね。その駆逐艦みたいな足の速い艦艇に、まあ、いわゆる、ヤマトの46インチの主砲が本当にヒットするのかっていうね、まあ、そういうのはあったようなんですが、ここは、まあ、ゲーム上ということもあって無事にヒットしてくれてます。駆逐艦で敵の潜水艦を仕留めにかかりましょう。でもちろん輸送で陸戦隊を送り込みたいので、輸送船も配備を進めていきましょう。空母はまだ当分出番はないかな。どうなんでしょうね。そのインド、ミャンマー、行ったことがないんですけど、この時期、雨季とかだとずっと雨っていうのが反映されてるんですかね。敵も味方も、ここのところずっと雨で、うまく航空機が機能していない状態が続いてます。敵の潜水艦に長門が攻撃を受けてますね。長門は一度下げた方が良さそうだな。敵の猛攻を受けたのが長門ですね。まあなんとか無事に撃沈はされてない状況のように今のところ見えるので、耐久が残ってるうちに一旦長門は下げましょう。今回も大雨だな。長門は下げたいけど下げきれないかな。となると潜水艦仕留めないとまずいことになるな。フライで潜水艦仕留めましょう。絶対に長くやられたくないですからね。これで潜水艦まず1隻目撃沈です。これで長くは下げられますね。では続いて駆逐艦で再び爆雷を投下していきます。潜水艦を、仮に駆逐艦を失ってでもどうしても撃沈しておきたいが、一残しか。残念ですね。これ仕留められないな。さあ陸奥ですが、ここは攻撃仕掛けていきましょう。駆逐艦を撃沈。ヤマトも主砲で撃沈しておきます。で今回も雨が降ってるので、まあ残念ながら敵のね、その、艦隊に航空隊が攻撃を仕掛けるということが、まあできない状況にはなるので、まあ、逆にこの機を活かしてですね、敵の航空隊を味方の航空隊で撃破して回りたいと思います。ここにも潜水艦がいるな。いや、これ発見できて逆に良かったですね。ここの潜水艦と耐久が1残った潜水艦、合計2隻です。残っているこの2隻の敵の潜水艦、これは仕留めておきたいと思います。敵もね、航空機のグレードがアップしてきているようなので、まあ、まさに消耗戦
まあ、そういう展開にこの先なっていくんだろうなというのがね、容易に想像がつきますけど、まあ、そこで勝ち切るためにも、ここはしっかり戦術戦略練ってですね、プレイの方は進めていきたいかなというふうには思っています。味方の駆逐艦一隻撃沈されましたね。駆逐艦が残ってくれないと敵の潜水艦に対してアンチが働かなくなってしまうので、かなり苦しくなりますね。まあ逆に駆逐艦が、じゃあそれで消耗品程度の、まあコストで作れるものかというと、決してそういうものでもなくてですね、駆逐艦は4000っていう、まあそれなりのコストを使うユニットになってるので、撃沈されればそれはそれでものすごく痛いですね。そして今回も雨でやります。駆逐艦が2隻目撃沈されます。で、敵の潜水艦にムツが攻撃を受けているっていう状況が見て取れますね。これ見る限りどうでしょう。駆逐艦もう1隻作らないと敵の潜水艦倒せないかもしれないな。さては向かってきている敵に対しては攻撃を行って敵を排除しておきます。今回雨降ってないですね。まあ、陽動をかけるなんて言ったもののそんな生優しいものではないっていうのはこの今と戦っている現状ですかね。強いですね。さあでは手法でまた敵を減らしておきます。ヤマトの手法攻撃、ムツも手法攻撃、確実に数を減らしていきます。で、潜水艦に対しては確実にアンチの働く刑事の駆逐艦なんかで爆雷を投下して撃沈をしたいな。ここ絶対撃沈したいですよね。もう敵が迫ってきてますからね。敵の潜水艦が近くまで、あとは艦砲を出して敵の駆逐艦、これを撃沈しにかかりましょう。もう本当にここまで来ると消耗戦、怖い怖い戦いになってきてる感じが印象としてはありますね。では敵の司令部に対してハヤブサ海2が取り付いてるので攻撃仕掛けていきます。ここを一気に取れればインパール方面の敵軍を無視することができる運用になるので本当に大きいですね。なんとかハヤブサ海で敵をね、司令部撃破という、まあ、大戦果を上げてほしいなというふうには思います。潜水艦ようやく撃沈しましたね。もう一機どっかに逃れていった潜水艦がいると思うのでその潜水艦も余すことなくですね倒してはおきたいかなと思います。その他敵の艦隊に対して長門、陸奥、ヤマトあたりで攻撃を仕掛けて一気に撃滅していきます。敵の艦隊勢力を壊滅させればね、楽になりますからね。運用がこれで発見済みの敵部隊は全て撃破完了というところに持ってこれたかなと思います。ではインパール方面ですね、ここの攻略続けていきましょう。では空母部隊も前進していきます。輸送船には陸戦隊を積んで出撃の準備をさせていきましょう。軽空母2隻も出して空母合計6隻ですね。それに護衛の駆逐艦や戦艦ヤマト、長門なんかも派遣していきます。だいぶ期待の大きい、いい部隊へとなってくれたんじゃないかなと、本当に期待ができますね。ではしっかり前方の安全を確保してから空母を動かしていきましょう。インパール方面なんですけどもご覧のようにまた雨が降っててですね、せっかく航空隊で削ったんですけども
敵の基地司令部が耐久をおそらく回復させてしまってますね。まあ、このあたり残念ではありますけども、もう割り切りも重要なので、次の攻略機会を待ちましょう。さあ、しっかりと砲台で壁を作って、その間に敵の陸軍を食い飛べ。航空機で敵中央司令部、インパール方面を叩こうという作戦なんですけども、まあ順調に来てるんですが、天候や夜間といったタイミングの問題で、まだ攻略が完了していません。できれば早めにね、このインパール方面の軍叩いておいて、すべての部隊を、インド大陸のね、中央部へ送っていきたいと思います。また雨ですね。なかなかこの雨を回避して、敵の司令部を攻撃できるというチャンスが巡ってこないので、ちょっとガスが心配になってきている状況も、出てきてしまってるのかな。回復させるために戻しましょうか、一度。ジレンマですね。では、ようやく攻撃できるタイミングを巡ってきました。敵の司令部に攻撃を仕掛けていきたいと思います。これであと、もうちょいですね。1だったらここで、撃破できるかな。インパール方面、撃破完了です。全部バッと消えましたね。こんだけ消えてくれると楽でいいな。では全軍を持ってここからはですね、インド大陸へと上陸作戦を展開していきましょう。さあではマドラス上陸の作戦をここで練っておきたいと思います。北側に上陸するのか、あるいは南側に上陸するのかというところですね。今のところだと南側に上陸しようかなというふうに思ってますので、この後ですね、この輸送船部隊を突入させていって、まあなんとか上陸作戦をね、成功という形に導いていけたらいいかなと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、マドラス基地攻略作戦を行っていきたいと思います。